この番組は5000年の歴史を誇るインド伝承医学アーユルヴェーダーの世界から魅力的なゲストを呼びしてトークする番組です。今日はですね、私の、東京のオフィス、三田のサロンで素敵なゲストをお招きしております。もうね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、肩の感じ分かりますよね、うん、おなんか盛り上がりが普通私のねこののっぺらの方ではない、筋肉をねとっても愛されて筋肉のスペシャリストの先生をお呼びしております。で、先生は武田先生、私普段呼ばさせていただいている武田先生でお呼びしたいと思いますので、先生の方からですね、先生のされている、お仕事のお名前とかフルネームをご紹介いただければと思います。武田先生お願いいたします。はじめまして。私株式会社肉体改造研究所という会社をやっております武田大輔と申します。私はですね、都内でパーソナルトレーナーという仕事をやっております。パーソナルトレーナーというのはですね、いろんな方がいろんな目的を持ってですね、来られるんですけども、その目的を達成する手段として筋力トレーニングを主に用いてですね、その目的を達成に導いていくというような仕事になります。もうパーソナルトレーナーって最近よく聞きますよね。だいぶね、おかげさまでこう10年ちょいですかね、認知がこう進んできましてですね、すごいですよね。よくテレビでもね、なんかパーソナルトレーナーを受けたタレントさんとかモデルさんも出てこられたりとか、割と私 の奈良の田舎でもパーソナルトレーナーみたいな広告が出てたりするんですけど、本当ここ最近の話ですよね。そうですね、本当ここ十数年ぐらいですかね。で、先生はそういったものをアメリカからまたお勉強されて。そうなんですね、はい、私がですね、最初は社会人になったばっかりの時はですね、全然違う会社員だったんですね。建築資材メーカーの営業をやって、建築全然違う、でも力ありそうだけは、まあ営業マンなんで、ね、重いものは持たないんですけど、はい、でそこでですね、私空手を子供の頃からやってまして、選手で、会社にやりながら試合に出ていまして、そういったところで、空手道場の指導を任されるようになったんですね。でそういったところにですね、土日仕事休みの時に私が教えた子供たちがですね、元気で明るく礼儀正しく育っていったりとかですね、あと少しその子供たちが成長して若手になってですね、こう試合に出て活躍したりとか、あとはですね、意外と空手、私がやってるのは極真空手っていう空手なんですけども、40代50代ぐらいの方が入門してきてくるケースも結構多いんですよ。すごい、すごい、もう結構そうなってくると人生守りに入ろうかという50とか ね私もそうですけど、それでこうそこ攻めに入ってくる、すごいですね、結構いらっしゃる。怪我とか怖くないんですか。ねえ、そういう方が結構多くてですね、でそういった方がこう、ね、仕事で疲れている感じだった方が、空手という運動を通してですね、心身ともに元気になっていく、こういった姿を見て、これは運動指導っていうのは面白いなと、やりがいを感じまして、まあ、ただ空手の指導というよりはですね、なんかもっと他に仕事がないのかなということで、当時はまだあんまり日本にはパーソナルトレーニングって根付いてなかったんですよね、でじゃあなんかいい仕事がないのかなといろいろ調べていった結果、アメリカには筋トレを教える職業があると、それがパーソナルトレーナーなんですね。でアメリカでは当時もですね、トップアスリートやハリウッドスターといった方々以外の一般の方が、パーソナルトレーニングを受け始めている。そうだったんですね。でそれは、日本、必ずアメリカで流行したものはですね、数年後に日本にも来るだろうと、確かに、いうふうに思って、転職を試みたんですね。最初は私営業マンだったので、営業活動の傍らですね、転職活動を、試みてみたんです。自分の中ではね、運動はずっとやってるし、筋トレも子供の時はずっとやってますよ、で運動指導、空手の指導やってるので、いけるだろうと思ったら全部落ちましてですね、これはやっぱり一度気合を入れて勉強し直さなきゃいけないんだなと、今思ってみればそこで全部落ちたことが良かったのかと思いますけども、ピンチはチャンスってことですね。ピンチはチャンスですね。じゃあどうやって勉強したらいいのか、日本にはパーソナルトレーニングという仕事が当時なかったので、何を勉強すればいいのかいろいろ調べたところ、アメリカにはやっぱり、そういった資格がある、日本にもあるはあったんですけど、アメリカが一番進んでますので、アメリカの NSCA という団体が発行している資格があって、日本でも取れる、そうなのかと。
でそれをまあ取るための勉強を、ね、自分でじゃあやるのか、どっか学校行ってやるのか、いろんな可能と考えたんですけども、まあ、日本だったら体育大学に進んだ方が一番体系的に学べるんじゃないかな、そんなイメージありますね、思いましてですね、私日本大学にあの、大学その時に入り直してですね、すごい、会社を辞めて、まあ、会社勤め中にちょっと受験勉強をしてですね、すごい、体育なんであの実技ってそこ、はい、なんか走ったり飛んだりとかそういうこともあるんですよ、体育、それもやりながら、すごい受かったのですね、すごい、でその仕事辞めて入りまして、でそこで大学で昼間は勉強をして、で夕方からそういったトレーニングスタジオみたいなところでですね、アルバイトをして実務経験を積んで、まあ、トレーナー研修なんかを受けながら、やりながら1年ぐらいしてその NSCA っていうところのパーソナルトレーナーの資格を取得しましてですね、まあ、そこから大学卒業と同時にその修行先のアルバイト先は辞めて、仕事はフリーランス一本にして、ただトレーニング指導をする時のですね、トレーニングプログラムをどうやって立案するかというところで、そこはやっぱり NSCA の団体で学んだのが大きいんですけども、何を根拠にしていくのかというところは、やはり科学的な知見を持ってですね、学術論文をもとにやっぱりトレーニングメニューを組んでいくことがやっぱり一番間違いのないところだと。ただ論文を書くことが、論文を読むことがちゃんとできるためにやっぱり論文が書けないと、その論文の書いて裏側までですね、読み解くことがなかなかできないんじゃないかということで、まあ、大学卒業と同時に日本大学の大学院に、まあ、進学をしました。すごい、もう極められてますね。で大学院を修了した翌年に肉体改造研究所を設立すると、まあ、すごい、個人事業主から法人なりになりますけどね、まあ、そんなような形でトレーニング指導をやっております。すごい、でもきっちりと積み上げられてますね。ありがとうございます。ただ単にこうブームに乗るんではなくて、しっかり学校でお勉強されて、院まで出られて、でしかアメリカの資格も取られて、もうそれはもうそれはね、右に出るものがいらっしゃらないじゃないかなっていうぐらい筋肉にお詳しいと思います。まあ、そういったことでパーソナルトレーニングをされつつも、またね、いろんな時代があって、あの時はそういうね、ジムで行ったりとか対面で会うとかそういうのが難しい時に、ヨガなんかもそうなんですが、オンラインでねヨガが学べるというようなことで、オンラインのフィットネスもされてるということでね、はい、これはどんな感じでされてらっしゃるんですか？これはですね、やはりパーソナルトレーニングがちょうどね、私ゴールドジムとなって、有名ですね、ゴールドジム、はい、やっぱり年目、緊急事態宣言の時には休館を余儀なくされてですね、仕事ができなくなる、これはどうしたのかといった時に、オンラインフィットネスというのを始めてみました。これは何がパーソナルトレーニングと違うかというとですね、まあ、オンラインのパーソナルトレーニングもやってるんですけど、オンラインフィットネス、肉研オンラインフィットネスという名前でやってました。肉体改造研究所の肉研です。なるほどなるほどいやでもすごいですよね、やっぱりこうオンラインだからこそ安心して学べる、もうだからただ単に鍛えるっていうことだけでなく、時代のニーズも捉えられるっていうのがすごいなと思います。ありがとうございます。先生のね、いろいろ話聞いてますとですね、なんかそれこそね、通信講座も作されてるということで、オンラインだけではなくって、はい、うちも一応アイルベーダーの講座っていうのをたくさんさせていただいているので、ここもすごく興味があるんですけど、具体的にはどんな通信講座をされてらっしゃるんですか？これはですね、私が取得したその NSCA というアメリカの資格があります、NSCA 認定パーソナルトレーナーという資格を取得するための講座になるんですけども、もともとは通学講座でですね、実際に教室で私が授業をしてですね、やっていたんですけども、よりもだいぶ前にオンラインに切り替えたんですね。でオンラインで、まあ、うちの方でですね、NSCA の公式のテキスト教材なんかも一緒お送りして、あとうちのオリジナルの問題集なんかもお送りしてですね、あと私がその実技じゃない、学校で実際に教えていただくの動画をオンライン用にアレンジしたもので、を見れるようにすると。ですから受講者の方はまずテキストを読んで、で結構このテキストがこのぐらい分厚くてですね、辞書みたいな感じで、全部専門用語なんで、みんな開いた人がうわっとこうなるんですよ、ね、そうですね、もう重さにやられちゃいそうなその中身を私が分かりやすく動画で
開示してますんで、動画って分かりやすいですよね。まず絵とか写真だけじゃ分からない。私もマッサージの技術をお伝えするときにやっぱりこう写真で矢印とか書くんですけど、こういうアプローチとかって言っても分かりにくいので、やっぱりそこで教材として動画を撮ってもらって、動画教材っていうのをつけると理解してもらいやすいですよね、はい、でも私なんかになってちょうどそのタイミングでオンラインとかさせていただいたんですけど、前からされてるって、ある意味なんかすごくもう先を行かれてた感じ、ね、そうですね。これオンラインにして理由はですね、当時はまだ来るとは全く思ってなかったんですけど、やっぱり通学制の講座って大変ですよね、時間もね、行く時間、帰る時間とか、あとは、まあ、丸一日かけて授業を はい、やってましたけども、はいはい、それ以上に授業を準備する、すごいもの手間暇がありますし、そうですね、確かに、はい、授業中は本業のパーソナルトレーニングの予約が、ね、はい、日中入れられないと、はいはいはい、いうことがあったので、まあ、いつかこれをオンラインにしたいと思っていたんですよね、でそこで、まあ、何期か通学講座やって、はい、オンラインに、まあ、通信講座にしまして、はい、でそれから何年か経ってやってきてですね、はいはい、まあ、コロナ禍で一番やっぱり助けてくれたのはこのトレーナー資格通信講座だったんですね、やっぱりコロナ禍になってやっぱりぐっとこう申し込みが増えたというかですね、そうですよね、うん、もうあの時はもう外にも出れない、でも元気、ご本人は元気で何かしたいという時にはう、ね、もう筋肉をつける講座ってむっちゃいいですね、そうですね、いやもうだから本当に時代に合ってらっしゃるね、やってらっしゃることがすごいですね。パーソナルトレーニングも今はすごく人気ですし、すごいですね、まあ、そんな中でね、本当に素晴らしい活躍をもう目覚ましくされている武田先生が昨年本を出されたということで、はい、多分皆さん読みたい方いっぱいいらっしゃるかと思うんですけども、またね、あの本のお写真も載せさせていただきますが、その本のタイトルは何でしょうか、はい、筋トレの効果を上げたい人は知っておきたい筋肥大のための筋トレと栄養の基本というタイトルになってます。筋肥大のための筋トレと栄養の基本、栄養絶対大事なところです ね、 そこはね、すごいです。この本を、出された例えば執筆のご苦労とか何かありますか、うん、そうですね、この本は、はい、その出版社の方からの依頼で書いたんですよね、なるほどなるほど、でその方が、まあ、筋トレはもう文が定着していて、人気があると、ただ筋トレの本は、はい、だいたいエクササイズのやり方を紹介した本ばっかりで、そんなイメージですよね、腹筋をこうやりますよとかね、はいはい、はい、もうここをシックスパッドするにはどうするかとか、はい、そうではなくて、その筋トレの理論を解説した本がないと、はいはい、こういったものが必要なんじゃないかということで、はいはい、私に依頼があって、筋肉をつける筋肥大のための理論をまあ書いたんですけども、筋トレの本には珍しくですね、ほとんど絵がなくて、字なんですずっとイメージ違いますね、私も本当になんかやり方が写真で解説されてるイメージでした、だいたい写真がほとんどなんですけど、私の本はほとんど文章なんです、ね、すごい、本当に筋肉が好きな人は絶対嬉しいですねで私はもともとそういった形でトレーニングの研究なんかもですね、まあ、大学院修了した後も、企業さんからのご依頼でなんか大学と、はい、共同研究やってたりとかしてたもんですから、まあ、そういった形で理論の本を書いてほしいという依頼なので、まあ、しっかりと自分がそう思ってだけの本ではなくて、しっかりエビデンスベースにですね、一つ一つ論文から引っ張った本になりますので、はい、本屋最初の出版社の方担当の方からですね、確か3ヶ月ぐらい書き上げてくれたんですけど、はい、それが半年以上かかって、まあ、1年ぐらいかかったんですかね、はい、伸び伸びかかりますよね、伸びに伸びてですね、はい、まあ、その方もそんね、その論文から引っ張って文章を書くっていうことはイメージがなかったと思うんですよね、とてもちょっと3ヶ月終わる量ではなくてですね、はいはいはい、まあ、ちょっともう少し待ってください、もう少し待ってください、はい、だんだん1年ぐらい伸びてしまったと、いや大変でしたね、でもそれだけ思いはかなり入った本になりますね、かなり入ってます、はい、ね、だってエビデンスをもうそこを作るところも研究を一緒に企業さんともされてエビデンスを作ってまたその証明を本にもしてっていう、ただもうねエビデンスをつらつらではなく、やっぱ作るところからやるまでいくとそれは1年でも早かったんじゃないですか、逆に、あ、ね、まあ、そう言っていただけるとなんかね心が救われますけどね、私も白平の実験をしますので、やっぱり先生とのね打ち合わせだったりとか、実験を実際にしてそれをまた先生
先生にデータ化してもらうとか、それに対してこうね、あの解釈を入れるとか大変な作業ですよね。でもそれだけ深い筋肉について詳しい本ができたっていうことですので、もうぜひですね、筋肉をこれから大きくしたい、またこういうお仕事に結びつけたいという方はもう本当に理解できる本だと思いますので、ぜひね、あのアマゾンとか書店とかで買える、書店でもアマゾンでも買えます、はい、ということですので、ぜひね、ご興味のある方は買っていただければなと思います。ではですね、先生、あのこの番組はオージャスということで、まあ、元気な方、活力のある方に、その方々の元気のもと、そういったものをお聞かせいただいてるんですけど、もうね、こう話してるだけでも筋肉をね、ただただあの鍛えるだけではなく、理論から入っていくというね、すごい熱い先生だということは伝わってると思いますが、その先生の元気の秘訣は何でしょうか。やはりスクワットですね。スクワットですか。え、毎日スクワット。いや、毎日やってもいいんですけど、はい、まあ、バーベルを担いだスクワット。バーベルを担い、何キロのバーベルを、まあ、その時々にいろいろいますよね。私は空手の、まあ、去年ちょっと現役復帰しましてですね、現役選手でもありますので、まあ、トレーニングの目的としては空手に生きる、はい、まあ、空手に生きる、強くなるためのトレーニングをやっています、でそういった場合だと、まあ、試合当日に、はいはい、筋力や体調をピークに持ってくるというような、はいはいはい、まあ、トレーニングだったりコンディショニングですね、はいはい、というふうなあの形でメニューを組んでいくんですね、はい、ですから試合まで数ヶ月1年時間がある時には、まあ、筋肥大期ということで筋肉の量をしっかり増やす、試合が近づいていくと、これは筋力期ということで、はい、筋肉が発揮する力を高めていく時期、はい、もっと少し近づいてきたらパワー期っていうので、まあ、パワーっていうのはあの力かける速度で表されるんですけども、はい、あのまあ、そういったトレーニングをやってですね、ええ、であとは試合直前になったら筋トレや空手の稽古 この疲労をうまいこと抜きながら、はい、ただ休みすぎると培ってきた筋力が落ちるので、はい、ちょうどいい塩梅のところで試合当日を迎えるという、はい、そういうようなコンディションを行って、試合に出ると、はい、筋肉にはそんなにたくさんの肩気があるっていうのも知りませんでした。すごいですね。なんかもうそれこそオリンピックとかねの目指す選手はその当日にピークを迎えるっていうのはそういう感じなんでしょうかね。そうですね、まあ、運動だけじゃないですね、そこに食事や、はいはい、休養、はい、こういったものももちろん入れていかなければいけませんけど、はい、いやすごい奥が深いですね。深いですね。実際にもうあの空手の先生、あの失礼じゃなければ年齢をお伺いしてもいいですか。はい、あと45歳です。若いですね。あ、そうですか。45歳もっと若いと思いました。ああ、私すごいですね。その中で現役で試合に出られるっていうのは、はい、私なんかもね、もう私はもうあのもう来年還暦を迎えるというね、はい、あの年齢なんですけど、もうそんななんか40後半とかなってくれば落ち着こう落ち着こう、もうね、私は60ですから来年ね、もう落ち着こうになってきますけど、やっぱりそこまで元気に試合にまで出ようっていうね、スクワットもあれと、あの元気のもとだと思うんですけど、なんかそれだけじゃない気がします。先生、なんかこうメンタルで何かこう、はい、こうしたいとか未来こうなりたいとか、なんか夢とかってありますか。ああ、それはもちろんね、やるんですよね、はい、どんな夢ですか。まあ、そうですね、私のやっぱり仕事をですね、はい、私の仕事は一人でも多くの方の健康をサポートしていきたいと、素晴らしいいうような思いでやってますので、はいはい、それをやるためには事業をもう少し拡大していきたいなというところがありますね、はいはい、あの本当健康って大事ですものね、はい、特に世界でそのっていう共通のね、もう大きな危機を迎えたからこそ、改めて健康っていうのが大事かなって、私もね、もうその思いでこの仕事をさせていただいて、まあ、そういったご縁で武田先生ともあの出会わさせていただいて、また先生の方からもあの私のアーユルヴェーダという5000年の伝統療法に大変興味を持っていただいて、これからね、何かまた一緒にさせていただきたいなと思っておりますので、今日はね、あの先生の素晴らしい活躍を、ま
ちょっとお聞かせさせていただきましたので、また本とかもねぜひ皆さんチェックしていただいて購入していただきたいと思います。で今日なかなかお伝えできてないところもありますので、実は先生にもですねこの後白だらを受けていただこうみたいないろんな考えを思ってますので、ぜひもうまた来月も先生にもね来ていただいて皆さんにお伝えしたいと思います。今日は本当にねありがとうございました。ありがとうございました。ではですねこれからちょっと CM を挟みたいと思います。では CM スタート。人間関係を改善したい、仕事で成功したい、恋を叶えたい、自分に自信を持ちたい、すべての扉が開くたった一本の魔法の鍵があるとしたら、声は生まれつきではない。表現力の正体、話す時の頭の回転は肺活量に比例する。余裕がある人とない人の違いは声、人前でできない表情チェックをする方法、声のアンチエイジングなどなど。この本が人生を変える、 Amazon ランキング2部門で1位獲得。幸せな人生は話し声が9割。はい、今日も素敵なゲストをお呼びして、素敵なお話をたくさん聞かせていただきました。武田先生というのは本当にもう自らが筋肉をしっかり鍛えられて、アメリカでもしっかりお勉強されたというね、もう体を、まあ、肉体を改造する、まあ、そういったことにコミットされて、まあ、大手の大きなジムのインストラクターをされたりですとか、また東京都ともですね、お仕事をしながら、健康経営を、さらに広げていくような、そのような活動をされているという武田先生です。で次回はですね、武田先生にもぜひ白ダイラを受けていただいて、もうすでにうちの、埼玉の浅川先生というインストラクターの下で、白ダイラを受けていただいているんですけども、今回はまた私が武田先生にさせていただいて、三田の東京のオフィスでですね白ダイラを受けていただいて、その感想も交えて、次回引き続き武田先生をゲストにお話しさせていただきたいと思っています。はい、本当にですね、アーユルヴェーダとか、健康っていうものの、価値っていうのがだんだんと広がってきているかなと思うんですね。まあ、武田先生は筋肉肉体改造、まあ、そういったことをメインにされていらっしゃるんですけども、また大阪の万博なんかもですねテーマが健康であったりとか、実際にですね、世界中で危機っていうものを皆さんで乗り越えた中で、改めて健康っていうのが大切だなっていうのが分かってきたかなと思うんですね。そこでですね、今回ですね、日本白平協会並びに、アーユルヴェーダヘルスケア学院では、このアーユルヴェーダの素晴らしさ、そういった魅力をどんどんとお伝えしていこうと思いまして、今度11月、ちょっと先になりますけれども、11月16日の土曜日にですね、奈良の、アーユルヴェーダヘルスケア学院の、本部、白平協会の本部でですね、オープンキャンパスというのを企画させていただきました。まあ、これは本当にね、なんか学院といったらなんか大きな校舎っていうのをイメージされる方も多いかと思うんですけども、そんな大きな校舎ではなくて、まあ、テナントビルの中にですね、1階の、1階の方にも1室、また2階の方にも1室と、各フロア2室借りさせていただいて、まあ、その1室が結構大きいのでね、まあ、そこで1階は、サロン業務をさせていただいて、2階が教室というような形でさせていただいているんですけども、オープンキャンパスではその実際のサロンの風景も見ていただけるように1階2階を、オープンにさせていただいて、まあ、いろいろな企画をご用意させていただいてます。まずはですね、1階の方では、皆さんよく私がイベントなんかでサリを着るとどうやって着るんですかとか、着てみたいわとかね、どこで買うんですかってよく質問いただくんですけども、プロのカメラマンに来ていただいて、実際にサリの着付けをさせていただいて、カメラマンに撮影していただきます。そしてちゃんとデータとしてお持ち帰りいただけるので、皆さんのプロフィール写真やインスタ、いろんなものにアップできるんじゃないかなというような、まあ、サリの着付け体験であったりですとか、あとはアーユルヴェーダのライフ講座でもお伝えしている美味しいアーユルヴェーダのスイーツと、手作りのチャイを、またこちらもですね、本当にこう楽しんでいた召し上がっていただけるようなコーナーがあったりですとか、あと2階の教室の方では、実際に白ダーラのミニバージョンですね、ショートバージョンを体験していただいたり、
ネトラケアという眼精疲労をケアするようなマッサージ、またハンドマッサージやフットマッサージ、耳つぼアロマ、まあ、そういった体験であったりとか、ワークショップでは、天然の、天然光原料、香りの原料を使ってお香のクラフト教室であったり、またシロダーラとかね、アーユルヴェーダーも皆さんご存知のドーシャっていうね、体質診断チェックであったりとか、あとは、ハーブリーディングと言いまして、まあ、ハーブの香りを嗅いで、まあ、ご自身に必要なものは何か、まあ、そういったものを診断させていただいたりですとか、あとは食ですね、 AI というね、もう最先端の AI の、機能を使いまして、皆さんの体質とか、なんかむくみがあるとかだるいとか、まあ、そういったことを聞き取りながら、現役の看護師さんがですね、皆さんに必要な食のアドバイス、そういったことをさせていただいたりですとか、あとはインド占星術ですね、これもなかなかレアな占いになってくるんですけども、インド占星術もアーユルヴェーダの一つになっているので、まあ、そういったところも見ていただいたり、またですね、本当にダーリストさん、インストラクターさんされている方なんですけど、もう手先が器用ですごく素敵なアクセサリーなんか作ってらっしゃるんですね。私もよく買わせていただくんですけども、チャクラというね、こうエネルギーを、まあ、整えたり、その、まあ、パワーアップさせたり、まあ、そんなようなアクセサリーも今回作っていただいて、またヘアターバンとかですね、ちょっと髪の毛をまあ、おしゃれにアレンジするようなターバンですとか、まあ、そういったものも実際にこう手作りのものが、並べられたりですとか、あとはですね、まあ、インドスリランカの、実際にこう海外研修にも行きますので、その時に買い付けた、まあ、素晴らしいアーユルヴェーダっぽい雑貨なんかもたくさん広げて皆さんにお買い求めいただけるような準備を、これからしていこうと思っています。本当に盛りだくさんな内容の、オープンキャンパスなので、本当にこう1日で、まあ、どれだけ見て回れるのかなというような、まあ、そんなイベントになるかと思いますので、ぜひですね、早めに来ていただいて、ゆっくり1日ね、朝の10時から夕方の5時まで開催していますので、遊んでいただければと思います。で、本部の最寄り駅は、近鉄の学研奈良富ヶ丘駅、近鉄線の奈良学研富ヶ丘駅になります。そこまでですね、ピストンで1時間に1本ぐらいですね、の送迎をさせていただきますので、まあ、ご予約、その代わり、まあ、送迎はご予約制になりますのでね、事前にご連絡いただければ、しっかりと送迎もさせていただきます。ちょっと駐車場のスペースが限られてますので、できれば公共の交通機関で、お越しいただければと思っています。まあ、本当に学校の質問とかですね、いろいろ受けていただいて、こういうのはどうしたら学べるんですかとか、そういった相談会も用意していますので、皆さんが一日楽しんでいただけるような企画ですので、たくさんの方にお越しいただければと思います。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。それではまた。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか？